アメリカ・デトロイトで開かれている自動車ショーで、中国の自動車メーカーがアメリカ市場への初の本格参入を目指し、電気自動車などを発表しました。We want to give us a chance to challenge ourselves, which is to penetrate the US market in 2019. 今、車のベールが解かれました。今回の発表を足がかりに、中国の自動車メーカー初となるアメリカへの進出を目指します。中国の自動車大手広州汽車は、アメリカ市場向けに電気自動車の開発を進めていて、そのコンセプトカーを初めて公開しました。1回の充電で590キロ以上走行できるなど、性能の高さをアピールしています。来年にはアメリカでガソリン車の SUV、 スポーツ用多目的車の販売を開始する計画で、将来的にはアメリカでの現地生産も視野に入れているということです。一方、日産自動車は日本の伝統工芸を生かしたコンセプトカーを発表しました。5年後の発売をめどに開発を進めるとしています。